のせいよ。時の化身に選ばれたくせにあんたがまともに守れないから。そんなん言われても。そうや、俺らに何の関係が。ガキは黙ってて。ガキ。そうよ、何も分かってないんだから。いい、あそこがやられたらあんたたちの住んでる町だって危険にさらされるのよ。町が自分たちのことになると心配なの。そうじゃなかったらどうでもいいってこと。そんな、あんたなら見えるはずよ。私には声しか聞こえないけど、あんたが本当に時の化身なら心の目で見えるはず。今クリスやテレサたちがどんなに必死にみんなを救おうとしているか。動かないで。すごい蒸気だ。子供の頃見た蒸気機関車を思い出すな。あの何十トンもの黒い鉄の塊がもくもく蒸気を吹き上げて雪の原野を爆走するのを見たとき、俺もいつかあんなマシンを作ってみたいと思ったものさ。でも原子炉はリスクが大きすぎるわ。それに建設コストや核廃棄物の保管を含めればほとんど採算が取れない。現に欧米では原発の建設を中止したり廃止したりする国が。君に言われなくても分かっている。15年、たった15年前にバブルが弾ける前のこの国が一番豊かと言われた頃の電力消費量に戻すだけで原発を一つ残らずなくせるのに。それとも真夏の2週間冷房を我慢するか。でもたったそれだけのことが私たちにはできない。だから俺たちがせめて安全だけでも守らなくては。